はい、ワンダーフォーオートモーティブの安見です。今回はですね、ポルシェを購入するときに、最低限ね、必要なお金の話をちょっとしたいと思います。はい。皆さん、例えば、ポルシェを買うときって、例えば1000万円用意しますと。ね。で、1000万円用意して、じゃあ1000万円の車買おうかっていうふうに、もし思われているのであれば、それはね、すごい、危険かなと。思うわけですね。はい。新車だったらね、ある程度保証で、無償で修理とかしてくれるんですけれども、中古車の場合基本的に壊れたらですね、直していかないといけないっていうところがやっぱ出てくるんで、例えば1000万円の車がありますとね。で、自分の余っているお金というかね。それを購入資金として用意できる限界のお金が1000万円の場合。これはね、中古車は絶対買わない方がいいですね。はい。稀におるんですよ。故障がないと思ってる人ね。うん。新車でも故障ありますからね。これすごいやっぱ、なんていうんですかね。今まで大きなね、故障を経験したことがない方、とかは、よりね、ちょっと気をつけていただきたいんですけれども、大体その、ディーラーとかでね、持ってったら、例えば100万円の見積もりをされたとかっていうのも、ざらにあるわけですよ、中古車はね。中古車っていうのは、経年車ですから、やっぱそれ、年式相応でですね、部品も傷んでますし、消耗品類もですね、交換していかないといけない。センサー類とかもそうですね。そういうのが、購入してですね、不具合が出てしまったという場合でも、店舗のね、保証とかなかったらですね、基本的にはその自分で直さないといけないわけですよ。で、その時に、1000万円があったけど、これを修理するのに、50万円かかります。あと50万円足らへんな。どうしよう。とかってならないようにね。事前に、例えば1000万円用意しとったら、だいたい 20% ぐらいはもう用意しといてください。1200万円。1200万円あって、1000万円の車を買う。これはね、安全マージン、比較的多めに取ってると思うんで、問題ないかなと思います。で、400万円とかね、500万円、400万円の車を買いますと。いうときはですね、だいたい500万から600万ぐらい。600万円やったら、比較的安心なんじゃないかなっていうぐらいの、安全マージンは取ってますよね。うん。だからそれぐらい、用意しておかないと、新車でもね、そうですけれども、中古車でも、新車は保証がついてるんであれですけどね。中古車の場合は基本的にもうそういうね、限界ギリギリの値段の車を買わない。っていうことが、一番重要かなと思います。はい。例えば、それがね、いつ発症するかわからないわけですよ。故障っていうのはね。センサー類とかだと、もう消耗品になっていくんで、必ずね、どっかで壊れたりしますけれども、そういうのが、立て続けにね、起きてしまうときっていうのが、必ずどっかで現れてくると思います。これは新車でも中古車でも変わりません。立て続けに何かね、こう故障が重なるというかね。そういう時ってね、あるんですよね、結構ね。で、そういう時にやっぱ対応できる、その、お金を持ってるかどうかっていうところですよね。で、持ってない方はもうそもそも、その人の、なんていうんですかね、もう、キャパを超えちゃってるわけですよ。その車を買うのにね。だから、その人の、見丈に合ってないというかね。見丈っていうのかな。なんかね、言うたらその人の、資産に合ったその車をやっぱ買わないと、結局ね、自分が大変な思いをするよという感じですかね。僕たちのところにでもね、結構ギリギリの値段で買う方とかっていう、おると思うんですよ、実際ね。僕はもう、本気では止めないですよ。止めないですけど、内心大丈夫かなってやっぱちょっと思っちゃうわけですよね。この人なんか故障をちょっと甘く見てないのとか、ちょっと中古車舐めとんちゃうかなとか、っていうのも、あると思いますね。
そういうのはまあたまに感じますよね。だからそれぐらい、まあ、特にね、経年車、中古車、そうですけれども、まあ、保証の切れたものをね、保証の切れた車を、まあ、買うときはですね、必ずですね、余分なお金を用意して、修理に備える。そして、その余った金額で車を買う。っていう方が、絶対ね、後々困らないですしね。で、他の人にも多分迷惑かけないと思います。うん。で、お金に切羽詰まるとね、人ってね、本当に他人に迷惑かけますからね。マジで多分、その周りにおる人ね、迷惑こむると思うんですよ。お金貸してとか言われたりとか、もしくは、その家族がおってね、車を買うために、すごい無理して、買ってしまうみたいな。もうこんなんもう終わってますからね、人としてね。人としてっていうか、頭が悪すぎる、この買い方はね。なので、まあ、必ず、その、まあ、自分が、もしお金がなくなったらね、お金がものすごい困ってしまったら、他人に迷惑かけると思って、何かをやらないといけないわけですよ。まあ、車をだから買うっていうことは、まあそういうことなんですよ。で、特にまあポルシェとかってなってくると、修理代がね、比較的、普通の車より高くなる場合が多いです。はい。いろんなショップね、回ってもらっても、ポルシェはね、ちょっとね、特殊なまあ車両になってくるんで、まあ高級車の中ですから、やっぱり部品代とかね、あとは修理代とかも、比較的やっぱ高く見積もられてしまうっていうのは、絶対起きてきます。はい。まあ、部品代はまあ正直そんな変わらないんですけども、修理代ですよね。修理代はやっぱその分、高級車を扱うということはリスクがあるんでね、その分やっぱ高く、見積もられてしまうっていうのはもうこれ本当しゃあないことなんで、普通のね、国産とは違って、ちょっとね、気持ち、ゆとりのある感じの金額帯の、まあ、ポルシェを買ってもらった方がいいと思います。はい。まあ、それがその人の、まあ、言うたら限界なわけですから、まあ、修理が起きたとしても対応できるっていうのが、これがまあ、言うたら、適切なわけですよ。買い方としてはね。うん。なので、まあ、限界ギリギリでね、もう、例えばまあ、400万円しかない。じゃあ、400万円の車買う。じゃなくて、400万円しかないんやったらもう300万円の車買うっていうのが、まあ、当たり前ですよね。うん。まあ、400万円しかないのに300万円の車買うのもちょっとどうかと思いますけどね。まあこれは年齢によって多分変わってくると思います。例えば20代とかだと、比較的ね、リスクっていうのを犯せるんでね、400万円しかないけど300万円の車買うっていうのはこれはもうありやと思います。ただ、50代、60代はさすがに400万円しかない人っていうのはまあほぼほぼおらんのちゃうかなと思いますけども、その50代、60代で400万円しかなくて300万円の車を買うっていうのは、これはもう言ったらもう、致命的なわけですよ。はい。なので、まあ、気をつけてください。まあ、年にね、よっても、まあ、そこら辺ってちょっとリスクの、あれって変わってくるんですけれども、まあ、車、ポルシェをね、今、まあ、探してて、で、だんだんね、こう、探していくごとに、ちょっとね、いいやつって、こう、値段上がってってしまうわけですよ。自分がね、欲しいから。で、そこで、この限界のラインっていうのがね、やっぱあるんでね、そこをちょっとまあ自分でね、ちょっと計算してもらって、ちょっとまあ我慢してもらうか、なんかしてもらうかわからないですけども、まあ、1000万円の車買うんやったら、1200万用意しとかなあかんし、ね、500万円の車買うんやったら、600万、700万用意しとかないとあかんと、いうことをですね、まあ今回ちょっと伝えたかったんですね。はい。まあっていうのもやっぱその車をね、僕たちね、売ってるんですけど、まあその売ることによってね、その人がね、すげえまあ大変な思いをするっていうのがちょっと読めてしまうと、見えてしまうとね、こっちもね、なんかね、嫌な気分になるわけですよ。なんかね、なんか人に、ちょっと売らんかったよかったなって。ちょっと人お金なかったのに、ちょっと無理してもたんちゃうんかなとか。こうね、余計なね、ことを考えるんがもう本当しんどいんでね、そういうのはまあ、その購入者のね、まあお客さん自身がですね、ちょっと気をつけていただけたらなと思います。はい。
まあ、今日はね、まあ、ポルシェを買うときにですね、まあ、どれぐらいのね、まあ、予算が必要になってくるのか、まあ、でその車を買うためには、どれぐらいのね、余分なお金を置いとかないといけないのかっていうような、まあ、話でした。はい。まあ、こういったね、動画をちょいちょい上げていきますんで、ぜひ、チャンネル登録と、グッドボタンの方ですね、よろしくお願いします。それでは、ワンダフォーオートモーティブでした。